ライブを終えたばかりのこの方に来ていただきました。水崎かなです。よろしくお願いします。2日目、朝早い時間からのステージだったと思いますが、そもそも今回また福井在住の方のためのオーディションで審査員特別賞を受賞してという形でステージに上がられたと思いますが、実際にステージからの景色はいかがでしたか？私は横を向いて演奏してたので、全くどれだけお客さんが入っていたかとかは見えてなかったんですけど、すごい視線が伝わっていつもと違う感じで緊張しました。福井在住でよかったなと思うことを感じてらっしゃることありますか？いや、こんなフェスに出させてもらえるなんて思ってなかったんで、本当に福井に住んでてラッキーだったなってフェスのご経験って今まであったんでしたっけ？フェスは小さなフェスならあるんですけど、こんなに大きいフェスは初めてなので、驚きの連続です。2日目の出演だったと思いますが、初日は遊びにいらしてましたか？初日も見学に来てて、もうすでに感動で良かったなって思ってました。で、初日のアーティストさん見ながら、あ、自分がこのステージに立つならどうしようなんていう想像もきっと膨らませてたと思うんですが。そうですね、想像をしてましたけど、それより実感が湧かなすぎて、もうステージに立たないと分かんないなって諦めてましたねステージにじゃあ実際に立ってみて分かったこと、感じたその空気感であったりとかありますか？私のステージというか、今回アーティスト全員が別の会場が終わってすぐにこっちの会場が始まるっていうスタイルで、私の直前まで全然お客さんが来てなくて、それで私が聞いた瞬間、向こうのステージから走ってみんなが来たのが分かって、それで一気に緊張しましただから直前まであまり緊張してなかったんですけど、すごい急に緊張が襲いかかってきました。2つステージがある中で時間がうまいことかぶってないというのは、お客さん側とすると、どちらのステージも見られていいフェスですよね。そうですね、しかもすぐ来てくれたのが本当に嬉しかったです。ワンパークフェスティバル、今後はずっと開催していくのを仮定して、福井以外の方に来ていただくとしたら、どんな福井の楽しみ方があるのか教えてもらってもいいですか？福井はですね、良くも悪くも何もないと私は思っていてそんな、なんか田舎に来た安心感とか、ちょっと癒される感じとかをちょっとゆっくり味わってほしい。なんかお店とか知らなくても道歩いてれば隠れ家みたいなお店いっぱいあるんで、そういうところをあんまり計画は練らずに楽しんで。まさに水崎さんの音楽性っていうものも、その福井から生まれたというか裸っていうのがすごい感じる楽曲ですよね。水崎さん、何かお知らせすることありますか？素敵なライブたくさん決まってますし、今後これから大きなライブにも出ていきたいなと思っているので、気になった方は随時ホームページとかツイッターとかインスタとかチェックしてくれると嬉しいです。ありがとうございます。今日のスペシャルゲストですね、水崎かなさん審査員特別賞を改めておめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。